そのここ1年ぐらいはもう本当にいろんな役をやってきてると思うんですね。そのろう者のゆきえさんをやって、それからクリスマス公演ではね、一人の女性の大学生から娘が19歳になるまでですから20年間を演じてるんですよね。非常に困難な役を次々と演じてきてると思います、彼女は。うん、でそこでまた普段の自分に近いと言いますか、まあ、ぬくいはあそこまで美人じゃないかもしれませんけど、でもその突飛な役じゃないですよね。いわゆるヒロイン前としたヒロインをやるっていうのは、それ以前に彼女がヒロインやったので真っ青なかな、もうあれから2年近く経つんですよね。そのいろんな変わった役をやってみて、じゃあヒロインやってみよう、でまた違った役をやってみてヒロインやってみようっていう風に、そのまあ抜くだけじゃないんです、岡内だって岡田さつきだってやっぱりそういう風に、そのいろんな個性の強い脇役をやって、それからフラットなヒロインをやるっていうふうなことを繰り返すと、その以前だったらすごくありがちなヒロインを演じてた人、演じてた人もすごく深みのある個性的なヒロインが演じられるようになるんですよ。それを抜くには期待してますね。真っ青なの時がダメだって言ってるんじゃないですよ。でもあれよりもいろんなことを経験してきたおかげで1段か2段上のヒロインが演じられるのを期待してますね。岡内は、キミコは中1なんですよね。12、3歳ですね。まあ、彼女にとっても今まででは一番若いんじゃないのかな。年相応の役をやることがやはり多いだろうと思うんですけど、まあ、畑中の小4もそうなんですけど、ある種極端に演じなければいけないわけですね。岡内はもう31ですか、の人が13歳を演じるときにはかなりのジャンプが必要なんですよ。彼女は時代劇が好きなので、時代劇をするときは結構大胆なジャンプをするんです。なんだけど現代劇っていうのは今までそんなジャンプはしてないんじゃないかと思います。割と自分に近いところの役が多かったんじゃないかと思うんですね。なので彼女もきっと苦労するだろうな。現代劇で13歳を演じなさいって言われると、取り憑かれ男でロシア人を演じなさいっていうのも結構大変だったけど、それ以来の大変さなんじゃないかな。13歳として自然に見えて、しかも面白いっていうのは難しいと思いますよ。まあ岡内にはちょっとそういう苦労してもらおうと、期待も込めてと。はい、そうです。ハーフタイムシアターはですね、その1時間ノンストップであれよあれという間に物語が進んでいって、本当にあっという間に終わってしまうんですよ。1時間の過ごし方にも本当いろいろあると思うんですが、これほど濃密な1時間ってのはね、そうないです。これは自信を持って言いますよ。そういうその濃密な1時間を体験しにぜひ劇場に来てほしいですね。お芝居っていうのはその映画なんかと違ってですね、お客さんの熱と舞台上の役者の熱とっていうのが、その相乗効果によって劇場の中が本当にホットになるんです。温度の話じゃないですよ、ハートの話ですよ。ハートがね、本当ホットになるんですよ。でしかも1時間で凝縮されているものだから、他のエンターテインメントでは経験できない1時間だと思います。それをもうやる側も本当に面白くて、だから1年か2年に一遍やっちゃうんですけど、お客さんの方からもやっぱりハーフタイムシアターが面白い、やってほしいっていう声も上がってくるんですね。初めての方にもですね、その1時間ぐらい大丈夫でしょ、時間作れるでしょ、3時間だとね、あ帰りが11時になっちゃうなとかって思うかもしれないけど、7時の回8時に終わるんですよね。ぜひ気軽に来てほしいっていう、気軽に見てもらうための公演ですから、迷ったら来てください。見ようかな、どうしようかなと思ったら来ちゃいましょう。きっと後悔はさせませんから。劇場でお待ちしてます。